テレにて特撮ボーイズヒストリード派手に快進撃ご覧ください。誠にありがとうございます。ありがとうございます。なんと年末今日はですね最終回スペシャル、これはあれですよ、特番で言えば朝一特番かもしれないですよ。おー、どこの特番よりも早いかもしれない。そんなことないか、7時半でしょ。うん、早くない？こっからじゃない多分特番入り始めるの。ということで去年じゃないの、昨日つ、ついにね、あのフォースワンマンライブ横浜防衛戦が、開催されております。はい、まだ僕らは今まだこの時点ではやってないですけど、開催されてると思いますが、皆様ご来場くださり誠にありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでもらえたかな。楽しかった。楽しかった。武蔵どうだった、フォースワンマンライブ。まあね、もう分かんないんですけど、確実に分かることはとんでもなく汗をかいたということですね。これはいつもやな。これはもうそれ通り。いつもじゃん。いや、これ予言しておきます、とんでもなく汗をかいております。ゲンちゃんどうだった、フォースワンマンライブ。いやもう本当にもう過去一の歓声でしたね。黄色い歓声ならもう黄緑の歓声、ここ本当にあれはもう忘れられない。これあの本当かどうか見てるみんなが一番知ってる。黄緑の歓声だった。黄緑の歓声、ちょっと楽しみにしてよ。めっちゃ楽しみです、うん、黄緑の歓声ね。え、コウスケ、黄緑の歓声ってどういう歓声なの。シャッ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 っていう声ですね。はい、すごいね、2人だと全然落ちないね。年末ということで、はい、そして、こちらが最終回ということで、まあほぼ約2ヶ月にわたって、夏のスペシャルライブ全曲ライブのね、メイキングと振り返ってきてまいりましたが、改めて、まあ、このタイミングも放送もなく終わってるんですけど、夏ライブ踏まえてどうでした。へいへい、すごすぎてあんまり覚えてないです。日々が目まぐるしい。コメント力から逃げたな、それ。あんまり覚えてないです。マイトとか、うん、まだ夏覚えてる。なんかね、825がね、僕たちの中では結構ね、初めて9人で揃った大型ライブですから。そうね、だからそこでね、特撮ボーイズの道筋をね、指示できたんじゃないか、提示できたんじゃないかと思います。まあ、言いたいことはなんか分かった。なんだろう、不思議としっくり入ってこない。なんでなんで。そんなね、僕ら9人で初めての会場で、まあ僕ら特撮ボーイズとして一発目のワンマンライブっていう、その括り置きをされたライブをやったのもオーウエストで、今回が8月でオーウエスト改めてやってみて、かなりの景色も変わってたんじゃないかと思うんですけど、ゆうじくんはそこらへんどう思います。まあね、夏の終わりで手を繋いで歩いて階段で、聞いたことあるな。聞いたことある。言っていい。俺多分この後振られるやろなと思って今思っちそれが出てきました。マジで。いやまあでもね、本当にね、いやなんか今翼も言ったけど、ね、この9人で立ったあの一番最初にボーイズがやったライブ、うん、会場、大きいライブ会場でもう一回改めて立って、まあ、景色も本当違ってたし、それも今回はその時全曲ってことで、うん、まあ30曲、まあ、メドレー風も合わせて30曲をこう今まで応援してくれた方、そしてここその時その時期に最近ね、あのついたあの応援してくれる、応援し始めてくれた方とかに全部のボーイズの楽曲をお見せできたっていうのは、なんかそれが何よりも一番嬉しくて、うん、やっぱそれぞれ皆さん好きな曲とかさ、かっこいいなと思う曲とかいっぱいあると思うんですよ。まあ、僕らも多分それぞれ好みの曲あるみたいに、けどそれを全て披露できたっていうのが、俺はこれが特撮ボーイズなんですよって、ボーイズって僕らってこういう風に歌ったりこういう風に踊ったり、うん、なんかヒーローとしてこういう風に活動してますよっていうのをもう新たに、なんていうの、こう示せたライブだったのかなと思って、まあそれをね、何事も怪我とかなく9人で一緒に乗り越えたから、それが一番嬉しかったかな。確かに、はい、魅力がさ、うん、魅力とか特にやっぱ一番メンバーの中でも最年少だしさ、うん、こうそういう大きいライブの時にほんまにやばい、ほんまもう気持ち悪い、もう吐きそうとか言いながら、いつもほんま前ほんまにちょお願いしますみたいな、メンバー一人一人にめっちゃこう握手を求めてくるみたいな、あるあるある感じ、手汗すごいみたいな。まあそんなね、いろんな珍事件からちゃんとした事件まで今までいろいろありましたが、なんと12月24日ついこの間でですね、特撮ボーイズ5チャイになりました。おお、5チャイってことになって5歳ってことでしょ、だって。
俺俺魅力言って日本語喋ってたほんまにマジで失敗しよう失敗してるそんな色々ある特撮ボイズ、まあね、いろんな年数のメンバーもいますが思い出をフリップに書いてきてもらいましたその思い出ちょっと掘り下げていきたいと思うんですが一斉にドンって言ってみようかなどう2023年特撮ボイズの思い出はこちらせーのダンダンバン見えるかな見えるかな待って、こっそ違う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 それはペンの種類だって俺のタイじゃないって細かったよ待ってってお前も違う違う細かない細いかないまあ、タスク芸歴何年目よいやいやいや本当にだって俺は1個言っていいこんなに掘り下げたね、これ掘り返そうと思わないもんねそうそうなんで、あのごめんごめん俺さっきまでこう、うんって聞いてたけど内心めっちゃ焦ってて全部話は終わったと思ってまああるけど先にこれ行こうか。そっか。入館証ってさ、何それ。何それ。ちょっと一回説明してもらっていいですか。あ、いいですか。あのやっぱ僕らあのショッピングモールとかね、あの商業施設でやらせていただくことが多いんですけども、まあ僕らあの従業員さんと同じあの校から入ったりするじゃないですか。裏側から。はい。そこであの入館っていうものをするんですね。会場によってはその。あなたは従業員ですみたいなこの入館証をそうそうそうパスみたいなのを、はい、受け取るんですけども、はい、まあこちらはみんななくさないように演者さんの方とかはねこう首にかけたりとか、まあ、ライブ行く時はまあそうですね置いといたりとかなくさないようにするんですけども、うん、大事よねこれはなくさないようにまあ朝礼でも言われましたね、うん、朝のねそう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 ミーティングでも、はい、制作のスタッフさんからも、まあ、なくさないように気をつけてくださいということでビデオもあったわけですはい、ちょうど昨日のライブですね昨日っていうとまたこのまあ今日の時間軸がちょっと分かってしまうワンマンになるでお前あそこでしたワンマンになる今現在この現在の撮影日の昨日だから今日は何日今日はですね、12月3日になります3日、だから昨日2日のライブの時ですねはい、玉平の森さんのライブなんですけども僕入館証がなくてマジかよ帰りましたねいくら探しても入荷証がないと一回裸になるんかってぐらい服脱いで全部脱いで2、3回脱いでたもんねそう、カバンの荷物5回ぐらい開けてもう通ったルート全部見てでも控室から出してないもんなとか思いながら改めてメンバーにもねいや服調べて俺らも結構絶対ないと思うんだけど自分らの服やっとこうやって全部見た全部見たカバンの中も全部出したりしたなくて結局もう本当に最後にはもうスタッフさん全員で探してくれてたね。はい。荷物もそうめちゃめちゃ探してくれてた。本当に機材とか中まで全部開けて、もう車の中とか全部探してないと。もう本当に落ち込みまして。でいつも優しくしてくださる制作のスタッフさんが本当に気をつけて。ちょっと説教入ったね。そう。まあまあまあ。そりゃそうですよね。でも本当に優しくでも諭してくださったんですけど、本当にめっちゃ落ち込んできた自分。で、家帰って LINE プってみたら「ごめん首に俺1個かかってた!」って言ってる人がいて「へいへい」のやつ俺のやつを首にかけてたメンバーがそんなやつがいんの出てこいやそいつふざけんなすいませんでした本当にごめんなさい本当にごめんなさいお前今からお前指一本で立ってもずっとこれ指一本だけでずっと精神の時計の部屋行ってきますちょっと朝から重いなこの「ごめんなさい」は朝から重いよ年末ですいません確かにお客さんがね本当に良いお年をいけるかいけるかちょっとやばいそう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 あってよかっためっちゃ笑ったよかったなのなるほどねいい思い出だと年越せそうだね安心したねもうこれで何も思い残すことなく年越していきますいいですねいいですね武蔵はぜひ心残りはしっかり持ったまま年越してくださいそうですねもう厄年になりそうですが頑張りたいと思います会社行こうかそんなこの流れでねまあ僕はやっぱりもう今年ねデビューしましたのでデビューした日とその次の日の何がいいのこっちが北海道でフリアとかああじゃあ北海道はい行こうかはいまあそうですねこれこそあの8月25日の本当にもう次の日ですねまあライブがあったのはその次のまた日なんです8月27日なんですけどこちら北海道遠征やっぱり僕思い出残ってるのがカントさんとの
はい、あのコラボライブですね、はい、あの天候とかもいろいろあったりしたんですけど、本当になんていうかもうこうやってアクションをなんかね、あのリアルな人と一緒にやってライブをお届けするっていうのが本当に初めてで、僕にとってはめちゃくちゃ貴重な体験だったなと思って、僕は北海道遠征書かさせていただきました。でめちゃくちゃ本当にね、あのそっから結構アクションに対しての気持ちとかめっちゃ、なんでそんな、いやいやいや、戻ってきてからもずっとホテルの中でずっとアクションやってたの。やってたずっとベッドの上でアクションやってるか、やってるか、何のアクションなの。いや違う違う違う、戦ってたよ、戦ってた。あの、にじめ出てたね。あ、魅力ってやっぱ真面目な子なんだな。いや、真面目出てた今。いや、真面目やね。なんかもっとさ、こう、みんなと一緒に泊まるのが楽しかったとか、そっち言うかなと思ったら、ちゃんとライブのことで真面目な。いやでも本当に、でも僕北海道遠征めちゃくちゃ楽しかったんで、やっぱみんなとね、あの思い出もいっぱいあるんですけど、やっぱりあのカントさんと一緒にライブをお届けできたのが僕にとってはめちゃくちゃ思い出でした。カントさん見てますか？見てますか？見てますか？ありがとうございました。お願いしました。で、コウスケが、はい、We are 特撮ボーイズ。 We are 特撮ボーイズですね。僕にとっても、そして特撮ボーイズ9人にとっても初の自己紹介ソングですね。はい、もうね、これね、早く聴いてほしくて、うん、たまらなかったです。で、全曲ライブの日にね、あの披露したんですけど、その時にもう、あの振りをしながら、そして目の前でお客さんの反応を見るのもめちゃくちゃ楽しかった、その、わーわーみたいな感じの、その反応が最高でした。わーわーわーも見せれたしね、本当にね、最高でした。右下、それ、カニ？これ、右下描いてる。犬ですね。あ、犬なんですか。多分初めての人もね、このまずね、We are 特撮ボーイズの曲聴いたら、このメンバー一人一人のね、性格とかね、もうそういうの、キャラクターとかすぐ分かるんでね、まずはそれを聴いてください。ちなみに僕はワワワン言ってるんで、可愛い担当してます。ピュアホワイトです。あ、ピュアホワイトこと、コウスケです。よろしくお願いします。コウスケ、あの年末だからさ、はい、変顔締めしてきてねえ画面の前で、うん、本当に可愛いから、可愛いから、可愛いから、いや本当にもう変顔締め言うよ。何を言うんですか。何を言うんですか。じゃあ3、2、1でいきますね。3、2、1からのそれで、じゃあ次、げんちゃん、はい、今から2泊3日、これ僕たちあの春に運動会をしたんですけど、あのお客様の皆様と僕たちで運動会をしてで、まあ僕たち対抗でなんかやったじゃないですか、うん、リレーとか、なんか縄跳びとかね、うん、戦ったじゃないですか。それで、まあ引き分けだったので、うん、全員が罰ゲームを受けることになりまして、うん、TikTok ライブをもう常に回しながらの2泊3日配信、こちら本当に記憶に残ってて、もうゴミ、あれ、あの木更津でゴミ拾いに行ったりとか、あとはもう普通にもう本当に生活をずっとね、あの TikTok ライブをしながらみんなで一緒にやったんですけど、一番はあれですね、寝る場所の戦いがひどかった。あれはひどかった、本当にあれはひどかった。思い出に残ってるじゃなくてひどかった。もうすごい歴史に残る戦いだったから。そうだ、やばかった、あれはやばかった。もう負けた人のね、ダメージもえぐかった。あれはやばかったね。やばかった。ゆうじ君はちょ斜めに出す。まあでも、たぶんおそらく書きたいのは日頃のライブよりも音もいいこっちこっち。俺後ろでずっとペンのキュッキュ音が聞こえてたから、何追加してんだろうと思って、お客さん日頃のライブ、あ、やっぱりゆうじ君ですよってなったらこっちやろ。見ちゃうけ。いや、ちょっと軽くね、俺短いんで、いやでもこうやっぱね、こう思い出に残る場面はいっぱいあって、今みんなが言ってくれてるみたいに、もう正直全部がやっぱその時々の思い出でやっぱいいもの残ってるし、うん、そう。でもやっぱりじゃあ年間通してとか今まで 4,5 年通して考えた時に、日頃毎週末に俺らはね、いつも週末にフリーライブあるから遊びに来てくださいって言って、みんなにたくさん出会う方々に行って、そこに遊びに来てもらって、そこでなんか例えばじゃあ応援していただけるようになって、こう大きいライブにつながってそこに来てくれたりとか、そこでお友達を呼んでくれたりとか、やっぱ最終的にこの日頃のライブが一番大切なんじゃないかなってそう思うしね、あの時間もそうだし場所もそうだし、天候も寒い時暑い時もやっぱこう休みを取ってとか有給とか、なんか本当に時間を作ってこう来てくださってるこの日頃のライブをやっぱりどんだけ楽しんでもらえるかがやっぱ今後も
鍵となってくるんじゃないかなと。まあ、日頃ね支えてくださる皆様のおかげで特撮ボーイズ今もう5年目に突入しております。まあ、そんな皆様にめちゃめちゃ、はい、ご協力をいただいて頑張れたのが今年多分マイトの SNS、ね、TikTok だと思うんですけど、はい、いやでも本当にねこの特撮ボーイズがを知らない人たちのところに特撮ボーイズねっていうグループがいるっていうのもねもう知っていただけたのも本当ね TikTok がね多分たくさん破産しかボーイズをねさせていただいたんですきっかけかなっていうのは本当にありまして、で最初みんな覚えてるか分かんないけどこの「カタンシカボイズ」をやるよって言った時に発表した時とかにやっぱねお客さんとかも「え TikTok えどうやって編集すんの?」とか「どうやって上げたらいいの?」とか「バズるって、ね、いいね数どうやって稼ぐの?」とかなんかそういうなんかいろんな当時はやっぱそういう声とかもいただいて、うん、でもそういう中でもなんかメンバーもそうだしお客さん同士だったりとかそうやって手探りでこうやっていろいろ編集とかをしてさ携帯とか SNS 苦手だった方とかも少しずつこう TikTok ってものを知っていってで最終的には僕たちのことをこう広めていただいて本当にねなんかカタンシカボーイズっていうハッシュタグカタンシカボーイズっていうのも本当たくさん広まって本当になんかこの1年は本当にね皆様ね寝るお仕事とかも忙しいと思うのにその合間を縫って編集してねこう上げてくださって本当にねだから僕は今年はねそういう面ではやっぱみんなと一緒にこう作れたっていうのは SNS この TikTok かなと思います。確かにカタンシカボーイズの年だったね、はい、まあ僕も書いたのがボーイズルームなんですけど、うん、まあ普段から僕ら応援してくださる皆様のご協力と理解があって成り立ったものでここで今多分これ見てる方もそうだと思うんですけど新しく出会った方々って本当に多くてまた本当にもうこの2つがもう今年の代名詞と言ってもいいんじゃないかってぐらいですね。トビさんパパちょっとパパのね、ちょっとね出ちゃいましたね、性格がね皆様、来年は一緒に男気じゃんけんしましょう。全員やろ本当にたくさんの方に支えられてそして、ご理解があって今5年目を迎えております。今年も12月30日、年末で残りわずかとなってきました。ぜひね、皆様、健康でそして楽しい年末を迎えてそしてまた新年僕たちとまた一緒にね楽しんでいただければと思います。皆様今年も本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではまた2024年で特撮ボイスとお会いしましょう。さあ気合入れていきましょう。以上俺たちが特撮ボイスでした。良いお年を。先優しく照らす僕らならより輝き出せる立ち上がれない抜ける助け船今も君に届けてたい繰り返す負けでも血に積もりろ本日は改めまして、特撮ボーイズサマースペシャルライブ2023、選曲全開全速力にお越しいただきまして誠にありがとうございます。残すところ、本当に特撮ボーイズ数ある中で残り1曲となりました。特撮ボーイズ、この会場でライブをやるのは2回目となります。1回目、ファーストワンマンライブ1回目のワンマンライブでした。その当時、ご時世が本当に変わり始める頃でギリギリの、ところで開催という形になりました。その後もエンタメ業界たくさん変わってしまったんですけどなんとか応援してくださる皆さんのおかげでギリギリの状態で活動することができました。そんな中、特撮ボーイズはですね、そんな中去年の、川崎クラブチッタで、今いるですね新メンバー以外の5人を残して約半分となりました。結構周りからも
そして、僕自身も本当にダメかと思ってました。そんなダメな中でも、スタッフの方、そして、皆さんが本当に支えてくださり、そこでオーディションなんですけど、新メンバーが集まってくれて、みんなが TikTok 頑張ってくれて、本当にたくさんの人に特撮ボイスを知ってもらえて、なんとダメだと思ってもらった特撮ボイスが1年目よりもはるかに多いこの人数で迎えることができました。俺も毎回泣いちゃうけど、まあ、もう時間もないので、本当今までの特撮ボイスは本当に間違いなく好きでした。でもこの9人の特撮ボイスがもっと好きです。その好きという気持ちを後腐れもなく、それを塗り替えさせてくれるみんなのことが本当に大好きです。そんなみんなとこれから先特撮ボイスともっともっと大きな夢を見て、一緒に、本当に一緒に、一人残さず一緒に生きていきたいと思います。そんな僕たち特撮ボイスと、そしてみんなとのリアルな生きるためのテーマソングです。ラストの曲、聴いてください。ドリーマー！今胸が鼓動が高鳴る、あなたの声に打たれて、ほらほら夢と近づくための道しるべ、未来に向かってファイナポーズ。涙を乾かして拭った手、その手で出せず